どうしてこの公演の合唱団に入ったんですか？最初に合唱団員の募集があった時に、本番のキャストの人たちを見て、あまりに素晴らしいオペラ歌手ばっかりだったので、ぜひともここに一緒に入って歌いたいと思って参加しました。演じている時には何を想像していますか？とてもこう楽しい場面とか、困ってる場面とか、と思ってるとか、いろんな場面があるので、ちゃんとそういう風な気持ちになるように、しかも自分だけではなくて、私の場合は女性の方とペアを組んで、カップルとして演じているので、その2人のカップルで上手にそういう表現ができるように、そういう気持ちになることを想像しています。ありがとうございます。オペレッタの良さは何ですか？私たちオペラ歌手が歌だけじゃなくて、頑張って踊りもやって、今も一生懸命セリフの稽古をして、いろんなものが融合されて、しかもそれをお客さんと演者で共有して楽しい気持ちになれるっていうのが良さじゃないかなと思います。公演に行きたいと思ってもらえるようなメッセージをお願いします。このオペレッタコウモリっていうお芝居は誰も、不幸にならない最後には必ずハッピーエンドになります。それで、8月31日の公演も9月1日の公演も、日本を代表する、歌手の皆さん、まあ、自分で言うなって話なんですけども、がたくさん集まりまして、それで、お客さんに、楽しんでもらおうと思って、今毎日夏の暑い中、本当に暑い中練習に取り組んでおりますので、どうぞ皆さん劇場の方に足をお運びください。お待ちしております。とっても楽しいですよ。見に来てね。来てね。